願いします。いよいよ再出発の時だ。ダイリー、いいね。はい、じゃあレイですね、はい、な感じとなってまして、通常攻撃は、まあ、結構なリーチ長めで、リーチ長い、シュッシュッ、すごい前飛んでく、飛ぶスキルとなってます。はい、じゃあお宝ダッシュしますね。はい、じゃあおでん入ってもらって、はい、おでんが入ってても、うん、はい、あの無視してゲージが溜まってるのが分かるかなというふうに思っております。すごい。じゃあシールド削ってもらってもいいですか。はい、シールドがありますので全然、うんうん、上のゲージのシールドが、シールドですね、はい、削られている。じゃあちょっと、あ、割れちゃった。おでんスキルお願いできますか。うわ、でシールドも回復したかなっていうのは。うわ、ジャスカイうまっ。いや、うまくいってよかった。ドキ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 、今の失敗したらどうしよう。さすが、確かに生放送でね、はい、でスキル2、これもう覇気のエースと。おー、うわー、エースかっこよ、強そう、これは。おお、じゃあ入ってもらって、でスキル1ですね。まあ、おでんの特性を無視して倒すことができます。はい、演出がかっこいいな。そうですね、ちょっと次じゃあロジャーをやりたいので倒されたいと思います。適当に削ってもらえるとありがたし。じゃあちょっと殴りますね。おこのシールドがね、シールドが、シールドが、ね、ドが、おやばい、それ取っちゃう、危ない。ちょっとキャラチェンジよね。うわ、うんうん、じゃあ次はロジャーです。ロジャーを使わせてもらえればと思います。はい、うわ、この最後にですね、 PV でもあったと思うんですけれども、うん、まあ、白ひげとロジャーが最後に酒を飲み交わしてたと思うんですけれども、うん、そのシーンのロジャーとなっております。おー、通常攻撃もリーチ長い、長いね、はい、となっております。じゃあちょっとダッシュしますね。はい、ダッシュし始めますよ。となると、お、気絶オフ。うわうわ、うわ、その間にぐんぐんダッシュできる。5秒間、5秒間、おお、俺が求めていたやつだこれ。俺が邪魔されなかったやつ、これ最高じゃないですか。はい、邪魔されるのが一番嫌なんだよこれ。じゃあ次、はい、はい、ここを取りますよ。はい、取って、じゃあ白ひげでも、あ、おお、はい、抜き続けます。これでも抜き続ける、これでも抜き続ける、白ひげに対してもこれすごい、非常に入ってる、うん、強力な性能となっております。はい、うわー、で、移動性能にも非常に長けておりますので、はい、まあ、カムサリですね、これで移動して、はいはいはい、早いし長い、早い、うん、早いし長い、うわー、激熱、はい、で気絶状態を付与してたりしますし、はい、これがスキルですね、はい、でこれでまあ一陣もこう取れたりとかね、カムサリで一気に移動して裏取りとかもいけるんです ね、 ね、そうですね、超、はい、スピード速い、めっちゃ速い、うん、うわ、絶対欲しい、え、欲しい、何これ、欲しいっすよね、欲しいよ、その旗取ってる時のストレスの、やらないストレスのね、なさ、うん、がいい、はい、でじゃあエースあれをね、いきますか、これもね、はい、受けたダメージを返す、でしかも貫通できますんで、え、こんなにダメージ入っちゃう、まあ、非常に強っとなっております。はい、まあ、このね、白ひげとロジャーとちょっと燃焼ダメージ食らってますけど、この2人をこうやっぱ作りたい、いいですね、いいな、うわ、そうなんですよ、もうおでんもね、うん、おでんも来て、あの頃のね、あの頃の、はい、このうわー、これがちょっと倒そうか、急にひどい、急にかっこよく決めてたのに、はい、まあ、こんな感じとなっております。